民主党に課せられた使命であります。私はその覚悟の上で、野田総理に基本的な政治姿勢について質問をいたします。野田総理は8月8日、我が党の谷垣前総裁、そして国民の皆様に対して、一体改革関連法案が成立をした暁には、近いうちに国民の信を問うと約束されました。先の総選挙における消費税は上げないとの約束を180度転換するわけでありますから、当然その前に信を問わなければなりません。しかし我々は政局よりも政策、増大する社会保障費に対する責任ある姿勢を示すべきとの観点から、野党である立場を超えて法案に賛成し、成立するに至りました。皆さん、胸に手を当てて、もう一度真面目に考えてください。あれから、総理、もう3ヶ月も経ったわけであります。この近いうち解散について、先の3党幹事長会談において、総理が具体的な新しい提案をすると、越石幹事長が約束したにもかかわらず、総理からはいまだ何の提案もいただいておりません。与党幹事長の言葉も、公募より軽い。総理は平然と国民との約束から逃げる。総理は、自衛隊の観艦式の訓示において、不正にもとるなかれしか、行動に恥ずるなかれしかと述べられました。国民のために命を懸ける自衛官に対して発せられた最高指揮官としての言葉を思い、その言葉に対し責任を持たねばなりません。総理は自衛隊の諸君に対し、自らの言行を顧みて恥ずかしくないのですか。総理は近いうちに解散すると、確かに間違いなくおっしゃった。前原大臣は、総理は誠実な人、約束を絶対に守る人であるから、年内に解散をすると述べられました。つまり、年内に解散をしなければ、前原大臣にとっても、不誠実な人となるわけであります。さらには、総理は、参議院における自らへの問責決議を重く受け止めるともおっしゃっています。改めて、国民の前でお聞きします。総理は、年内に解散する約束を果たすお気持ちが終わりですか？不正に戻るなかれしか、誠実にお答えください。我が党は、特例公債法案、一票の格差是正、社会保障制度改革国民会議の3点について、その重要性を十分に認識しております。これまでも様々な提案を行い、誠実に対応してまいりました。特例公債法案に対しては、24年度予算の組み替え同意等で、具体的な是正案を示してきました。一票の格差是正については、ゼロ増5減法案は我が党の提出法案です。野田総理も優先的にこれをやると言っておられた。国民会議の設置に至っては、我々が提案したものであります。これらの課題に積極的に取り組まず、むしろこれらを盾に取り、その責任を野党に押し付けて解散先延ばしと政権の延命に励む、いわば闇雲に政治空白を作ったのはあなた方です。そこには一辺の責任感もなく、ただただ権力にしがみつく惨めな姿があるのみであります。谷垣総裁は
総理の言葉を信じて約束を果たし、一体改革関連法案は成立に至りました。次は野田総理、あなたの番です。この臨時国会において近いうちに国民に信を問うという自らの国民との約束を果たさなければなりません。私は10月3日、自由民主党総裁就任後直ちに福島県を訪問しました。そこで耳にしたことは、前面に出てこようとしない政府への憤りであり、たたわりのまま現場の声に応えられていない復興庁への不信であり、責任を被災地の市町村に押し付ける民主党の無責任な姿勢に対する失望でした。福島第一原発を訪れた際には、玉郡の方々から、政府の収束宣言にもかかわらず、自らの生活は一向に行く先が見えないという痛切なお気持ちを受けたまりました。私は、我々が安全神話の中に立って、原子力政策を推進してきた責任を痛感するとともに、政治が強い指導力を発揮し、断固たる覚悟と責任を持って、地域の皆様方の希望を取り戻さなければならない。それが我々の使命であるとの決意を新たにいたしました。野田総理、被災者の皆様は、100万遍の美辞麗句より、ふるさとでの生活を取り戻すという結果を求めているのです。今もまだ32万人の方々が避難生活を強いられています。新生活へと踏み出すための集団移転は未だ5割以上が着工すらできていません。農地も漁港も未だ3割程度しか復興していません。新たな生活への見通しが立たないまま、被災地の皆さんは総理がおっしゃったように2度目の冬を迎えます。総理、あなたは1月にこの場で復興を力強く進めていく道具立てが揃いましたと語りました。しかし、どの道具もあなたは使いこなしていません。予算があっても現場では人が足りず、使い切れない復興庁があっても査定庁などと呼ばれ、自治体が案を作り、国の復興庁は査定するというお役所的な丸投げの発想が蔓延しています。我々ならばまず、復興庁の役人の意思を根本的に改めます。そして、受け身ではなく、国の職員たちが自ら被災地に入り込み、被災地の皆さんと一緒になって、復興プランを練り、着実に実行していきます。復興庁が発足してからほぼ9ヶ月、総理のリーダーシップで何が変わったのでしょうか。自民党が政権を回復した暁には、現場主義で現場に入り込み、被災地の皆さんと共に真の復興を実行する決意があることを宣言いたします。なお、政府与党は復興予算を流用し、なおかつそれを我が党のせいにするなど、言語道断であり、強く抗議をいたします。次に、外交安全保障について伺います。この民主党政権下の3年間はまさに外交敗北の3年間であり、ひたすら国益を損ねてきました。抑止力の意味も理解できずに、最低でも圏外という元総理の無責任な発言に端を発した普天間基地移設問題の迷走は、地元沖縄県民の気持ちを大きく傷つけたのみならず、日米同盟の信頼関係に致命的な亀裂を生じさせました。日中韓首脳会議においても、今までややもすると米国に依存しすぎていたアジアの一員としてアジアをもっと重視する政策を作り上げていきたいと発言され、米国からは日米中の正三角形の関係を形成し、日米同盟を見直すものと受け止められました。当時、
米国の親日派の元政府高官は、この人物は日米同盟の意味が分かっていない、私たちにとって驚くべき発言だと私に述べました。日米同盟とは、日本が侵略されれば日本のために米国の若い兵士たちが命を懸けるということであります。彼はそのことを理解していない人物が、リーダーを務める国のために命を懸ければならない、兵士はどう思うでしょうかと述べ、中国の指導者は日米同盟の重要性を理解していない人物が総理になったことを驚きと歓迎をもって迎えたのではないかとまで指摘をしました。尖閣諸島の漁船衝突事件における政権の対応は目を覆うばかりでありました。おおよそ国家安全保障の考えが理解されていない、外交無策の足元を見透かされる中で、韓国のイモンバク大統領やロシアのメドベージェフ大統領の我が国領土への不法上陸を許しました。これ以上日本が諸外国から軽視され、国益を損なうことを見過ごす時間的余裕は日本国民には残されてはいないんです。日本外交の再建のためには、まずは日米同盟を再構築し、その揺るぎない信頼関係を内外に示すことが第一であります。そのため集団的自衛権の行使を認めるべく解釈を変更する必要があります。その上に立って、我が国は国家安全保障基本法を策定し討議決定いたしました。公海上において日本のシーレーンを守るため、米海軍の艦船と海上自衛艦が航行している際、米艦船が攻撃を受けてそれを自衛艦が救助しなくとも日米同盟は傷つかないとでも野田総理はお考えでしょうか。助けなければその瞬間に日米同盟は危機的な状況になる可能性があります。集団的自衛権の行使を可能とすることによって、日米同盟はより対等となり強化されます。結果として東アジア地域は安定した地域となります。日米間の信頼を回復し、同盟を強化した上において、我々自民党はインド豪州、ASEAN 諸国との安全保障、経済、エネルギー各分野の関係をより緊密化し、さらに中国、韓国との関係改善を図ってまいります。同時に、我が国の美しい領土領海は断固として我々が守るとの決意を国民に、世界に示さなければなりません。我が党が政権につけば、海上保安庁、そして防衛力をより充実、強化させてまいります。なお TPP 交渉においても、外交力も戦略もなく、対等な交渉力を欠いた現政権では、取るべきものも取れず、守るべきものも守れません。我が党ではすでに、正規なき関税撤廃を前提にする限り、交渉参加に反対することを決定しております。総理は、11月18日から始まる東アジアサミットにおいて、TPP への参加表明を行うのかどうか、明確な答弁を求めます。総理はまさに日米同盟を傷つけた元総理を、こともあろうに外交担当の党の最高顧問に任命されました。原発事故対応を誤り、混乱させた前総理も、新エネルギー政策担当の最高顧問です。皆さん、これはブラックジョークでしょうか。そしてこの度の内閣においては、暴力団との関係がかねてから予測されて噂されていた田中慶秀議員をあえて法務大臣に任命する。総理は一体何を意図してこうした人事をなさるのか、お伺いをいたします。田中前大臣は拉致の担当でもありました。このことは総理がいかに拉致問題を
軽視しているかの証左であります。10年前、私は小泉総理とともに北朝鮮を訪問しました。私が忘れることができないのは金正日総書記との握手ではありません。それは5人の拉致被害者の方々が羽田空港に降り立った2002年10月15日のあの秋の日のことであります。被害者の方々は家族の皆さんと涙の対面を果たされました。そこには家族会会長の責任感から横田茂さん、早紀江さんが来ておられた。そこにめぐみさんがいないことはどんなにつらかったことか、お二人が自らの手でめぐみさんを、そしてすべての拉致被害者の家族の方々がその子供たちをしっかりと自分の手で抱きしめることができる日がやってくるまで私は戦い続けると決意を出しました。私はそれは与野党を超え日本の政治家、そして総理の使命だと信じます。安倍政権において拉致問題の解決とは被害者の帰国、真相の究明、犯人の引き渡しの3点であると政府方針として決定しました。民主党政権はなぜこの基本方針を変えたのでしょうか、お伺いをいたします。我々自民党は国際社会との連携を進め、そしてこの問題を解決しなければ北朝鮮に未来はないのだと北朝鮮自らに判断させるため圧力に重点を置いた対話と圧力の姿勢によって問題の解決を図ってまいります。強い外交力は強い経済力の裏打ちを要します。中国をはじめとする昨今の我が国領土に対する挑発行為の頻発は我が国経済の脆弱化の結果とも考えられます。この3年間民主党政権の経済政策には確固たる進路も戦略も欠如していました。株価は低迷を続け、歴史的水準で推移する円高状況はもはや企業の努力を超えており、それを放置する中で企業の海外移転を看過し続けてきました。中小企業も苦しんでいます。また原発ゼロと温室効果ガス1990年比マイナス 25% といった実現不可能かつ整合性の取れない夢だけを先行させたエネルギー政策を掲げ、安定的なエネルギー供給の確保に何ら具体策を示さずに経済成長を唱えるという大いなる矛盾を抱え続けてきました。デフレ脱却に向けた明確な処方箋を示すこともできず、むしろデフレの加速を招き続けています。昨日も日銀の政策決定会合において、さらなる金融緩和の推進や政府日銀の共同文書の発表等がなされましたが、市場にとってはほぼ想定の範囲内であり、強いメッセージを与えるには至っておりません。額に汗し精いっぱい仕事に励んだところで、経済成長なき国民生活のままではその努力の先にある未来を実感することはできません。デフレは日本経済低迷の根源であり、我々はあらゆる政策を総動員し、その脱却を果たしてまいります。そのためにまず政府と日銀が政策協調する中で大胆な金融緩和を行い、着実にデフレ脱却を図るべきと考えます。また円高を是正し、あらゆる手段を尽くして競争力ある日本の輸出企業を守っていかなければなりません。その上で新たなビジネスアイデアやイノベーションに国家支援を投入し、国家支援を投資し、経済成長を実現する、させる新たな成長戦略を進めて、推し進めていかなければなりません。そして、国民の信を得た確かな政権の手で作られた成長戦略、市場が評価できる政権基盤の上にこそ、世界の金融市場を反応し、現実の成長軌道をもたらすのです。野田総理、予備費使用の利用策に無駄な時間と労力を空費するのではなく、
潔く自らの限界を悟り、国家国民のために一刻も早く信を問うことこそが今や最大の経済対策と考えますが、いかがでしょうか。社会保障と税の一体改革に関して伺います。我々は一体改革に関する三党合意を行いましたが、今後もこれを進めていくことは当然です。しかしながら、強い社会保障制度とはできもしない給付のばらまきを約束することではありません。自らの生活は自らによって支える自助、自立を基本とし、これをお互いが助け合う長寿によって補完し、それでも対応できないものに対しては公助によって支えるという順序によって図られるべきです。税や保険料を納める者の立場に立ち、この自助、共助、公助の基本理念を基礎として、強い経済、社会を作ることこそ、強い社会保障制度の構築につながり、その給付は確かなものとなります。年金制度については保険料の納付に応じて、年金が支給される現行制度を基本として、給付と負担のバランスの一層の確保を図る必要があります。医療、介護については、給付の重点化、効率化や負担の公平化が避けられません。生活保護については、額に汗する正直な働き者が報われるよう、不正受給への対策、給付水準の適正化が急務であり、直ちに取り組むべきです。こうした我が党の社会保障政策における基本的な考え方について、総理の見解をお伺いします。なお、三党合意によって民主党政権の正当性と政権基盤は崩壊しました。社会保障制度改革は国民に信を問い直し、その民意を受けた正当性と安定した基盤を備えた新たな政治体制の下で腰を据えて進めるべき問題と考えます。国民会議についても単独で設置を強行しようとしたり、民主党の選挙対策のために新年金制度の議論を先行させたりすることがあれば、これは三党合意を踏みにじるものと復元させていただきます。次に、教育再生について伺います。現在、教育は危機に直面しております。陰湿ないじめ、親による虐待、育児放棄といった凄惨な事件が起こる中で、家庭教育、そして学校教育に対する国民の自信と信頼が大きく揺らいでおります。私は、品格ある国家、社会を作り、世界から信頼され、敬愛される国を作りたいと思います。誰もが日本に生まれたことを喜び、誇りに思うことができる国づくりを目指してまいります。しかしそれは、日本に生まれてきた子どもたち全員が、それぞれの夢を実現する力と機会を与えられた結果でしか実現しません。その目標は、すべての子どもたちに、高い学力と規範意識を身につける機会を保障することであり、5年前に制定された新しい教育基本法には、公共の精神、道徳心、国や郷土を愛する心、職業教育、環境教育、家庭教育などが盛り込まれています。民主党は、教員免許更新制の抜本的見直しをマニフェストに掲げるとともに、教員の指導力強化と学力、体力の向上を図るための全国統一学力テスト等を廃止するなど、教員の質の監視、教育の評価の機会を自ら摘み取り、教育の再生に向けた歩みを徹底的に止めようとしています。教員が違法な選挙活動を行い、裏金を民主党の候補者に渡すという信じがたい出来事も起きております。そしてその多くは、日本の歴史伝統文化を否定し、国旗国家に反対する、日教祖との関係によるものと言っても過言ではありません。高い道徳力と学習意欲の構築は、国家発展の基盤であります。公平中立、そして政治観と
子供への愛情にあふれる教師の背中で、子供たちは伸び伸びと失敗を恐れず挑戦し、そして自ら学んでいくのです。そして、オリンピックの時だけでなく、自然に国歌を奏で、歌う、そんな教育現場の実現に向けて、我々自民党はもう一度、全身全霊を捧げる用意があります。野田総理、総理自らの教育観はあまり聞いたことがありませんが、教育再生についての私の所見に考え、ついてのお考えをお伺いいたします。最後に、野田総理、私はあえて申し上げたい。総理は、所信表明演説の中で、明日や明日という言葉を何回も用いて、責任を果たすと述べられました。政治空白を作って、政策に停滞をもたらしてはいけないとも述べられました。しかし、一度解散を約束した政権は、その存在自体が政治空白だということを肝に銘じていただきたい。もうこれ以上、日本人の美徳と品格を傷つけないでいただきたい。それが野田総理、あなたの責任です。日本は、黄昏を迎えていると評論する人たちがいます。それは間違いです。未来は、私たちが何をするかにかかっています。総理が所信で述べられたように、沈む夕日のセンチメンタリズムに浸っている暇はありません。今求めるべきは、人々に活力をもたらす光り輝く朝日です。私たち、自由民主党には成長戦略があります。地に足のついた未来を見据えたエネルギー政策があります。私たちは働く人たちのために日本の生活に、日々の生活に不安を抱く人たちのために、子供たちのために力強い経済を取り戻すことができます。日本が主権を回復して今年の28日で60年目を迎えました。本来であれば60年前、7年間の占領時代に作られた仕組みを見直すべきでした。しかしそれをしなかったがために今様々な問題が私たちの前に立ち塞がっています。国民の生命、財産と日本の誇りを守るため、今こそ憲法改正を含め戦後体制の鎖を断ち切らなければなりません。我々の伝統と文化の上にみずみずしい新しい日本を作ることができるのは私たち自由民主党です。あなたたちではありません。野田総理、皆さん、選挙が近くて議席が危ないという恐怖はわかりますが、しばらく静かに聞いていただきたいと思います。野田総理、一日の仕事を終えて、仰ぐ夕日の美しさに感動する時を迎えているのは、総理、あなた自身であります。解散総選挙を行い、その結果、国民の信を得た政権によってこそ、強力な経済外交政策を推進することができます。そして、日本は輝ける新しい朝を迎えるのです。そのために、総理の決断を求め、私の質問を終わります。内閣総理大臣、野田佳彦君。
自由民主党の安倍総裁からご質問をいただきました。順次お答えをしてまいりたいと思います。まず最初に解散についてのご質問をいただきました。10月19日の三党党首会談の時に近いうちに国民の信を問うと申し上げた意味は大きい。自分も責任を重く受け止めているし、それを踏まえて環境整備をした上で判断をしたい。そこは自分を信じてほしいというお話をさせていただきました。これは特定の時期を明示しない中でのギリギリの言及だというふうに思います。そして環境整備の中でもとりわけ急がなければいけないテーマとして特例公債法案、一票の格差定数削減の問題、社会保障国民会議のことを挙げさせていただいております。条件が整えばきちっと自分の判断をしていきたいと考えております。また参議院において問責決議が可決されたことは深く肝に銘じ重く受け止めております。そのことも念頭に置きつつ、先に党首会談におきましてルルギリギリの線でのお話をさせていただいたと考えております。環境整備をした上で判断したいと申し上げた願意をもう一度噛み締めていただきたいと存じます。また前原大臣の発言については政治家個人としての感想を言われたものと理解をしております。続いて復興庁が発足してからの総理のリーダーシップについてというお尋ねがございました。本年2月の復興庁発足後、私を長とする復興庁司令塔として被災者の生活支援やインフラの復旧等に取り組んでまいりました。復興庁職員、さらには被災地に設置された復興局等の職員は現地に足しげく通い、地域の実情を把握するとともに被災自治体等との連絡を密にして現場主義で復興施策の推進に取り組んでおります。また私自身も被災地を幾度も訪問して被災者の声に耳を傾けてまいりました。この結果、高台移転の事業に着工する地域が順次出ているなど、復旧から本格的な復興の段階に移りつつありますが、政府の取り組みはまだまだ不十分な点、至らぬ点があることも事実であります。政府としては、こうした点を真摯に受け止め、被災地の復興をさらに加速していくため、被災自治体の職員確保や、国の職員からなる復興連携チームによる復興事業の促進支援など、様々な施策に取り組んできており、先日も復興庁を中心に各大臣がしっかり対応していくよう、私から指示をしたところであります。今後とも、被災自治体の要望には丁寧に対応するなど、被災地に寄り添いながら、継続的な人的支援、復興特区、復興交付金等などにより、被災地の努力を政府一丸となって支えてまいります。次に、集団的自衛権及び日米関係についてのご質問をいただきました。従来から政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として現時点でその解釈を変えるということはありません。その上で申し上げれば、ご指摘の公海における米韓防護については、平成20年に発表された安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書においても、集団的自衛権の行使を認めるべきだとの提言がなされたものと承知していますが、もとよりこの問題については様々な議論があってしかるべきであろうと考えております。いずれにせよ、日米同盟については引き続き安全保障分野のみならず、経済、文化、人的交流における協力を含む包括的な日米同盟の進化、発展を一層推進していきたいと考えております。この点については、オバマ米大統領とも一致しており、4月の私の訪米時には、日米共同声明を発表し、日米同盟の今日的意義や、今後長期にわたる日米関係のあり方を確認をしたところでございます。続いて、TPP への参加表明についてのご質問をいただきました。FTAPの実現は、
すでに内外で共有された目標であり、政府としては高いレベルの経済連携を引き続き推進し、貿易投資に関する新たなルール作りを指導する方針です。このため、国益の確保を大前提として、守るべきものは守りながら、TPP と日中韓 FTA、東アジア地域包括経済連携、RCEP を同時並行的に推進をいたします。我が国の TPP 交渉への参加については、我が国国内における議論や関係国との協議が煮詰まっていく段階で判断をしてまいります。政府としては、特定の時期に TPP 交渉参加を正式決定する方針を固めたという事実はありません。次に、閣僚等役員人事に関するお尋ねがございました。鳩山元総理と菅前総理に党最高顧問をお願いしていることは事実でございます。いずれも総理経験者であり、その経験を踏まえて、退職交渉から党の活動についてご意見をいただくべくお願いをしたものでございます。他党においても総理経験者は同様類似の扱いをされているものと承知をしています。田中前大臣の任命とその任命に至るプロセスについては人事でありますので、様々な総合的な検討と判断の結果であると申し上げます。任命した閣僚が職務を全うできなかったという意味で、責任は自覚をしています。新たに滝大臣を任命し、内閣全体で職務に邁進することによって、その責任を果たしてまいりたいと考えます。次に、拉致問題の基本方針についてのお尋ねがございました。拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、私の内閣にとっても、その解決は最優先の課題です。政府としては、生存者の即時帰国に向けた施策、及び安否不明の拉致被害者に関する真相究明を最重要項目として確認するとともに、それを踏まえた8項目にわたる拉致問題対策本部長指示において、拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等の継続を掲げており、拉致実行犯の引き渡しを求めていく方針に変わりはありません。今後とも、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現をするため、全力を尽くしてまいります。次に、予備費を活用した経済対策と解散に関するお尋ねがございました。我が国の経済は、欧州、新興国などの減速などを背景に状況が変化しつつありますが、政府としても3ヶ月連続で景気認識を下方修正したことはご承知のとおりであります。このような事態に際して、財政の活用も含めて、適時適切に切れ目のない経済対策を講じることが必要と判断し、今般、予備費を活用した経済対策を先週26日に決定をいたしました。さらに、遅くとも来月中をめどに、日本再生戦略の実現や、復旧復興に資する第二弾の経済対策をまとめるよう、指示を出しているところであり、民需回復につなげるよう、間断なく対策を講じていきたいと考えます。近いうちに国民の信を問うことについては、このような経済状況への対応も含め、やるべきことをやり抜き、また環境整備を行った上で判断をしていきたいと考えております。次に、社会保障政策の基本的な考え方についてのお尋ねがございました。社会保障制度については、自助、共助、公助が最も適切に組み合わされることが必要であります。その上で、昨今においては、各家族の増加などの家族形態の変化、非正規労働者の増加など、自助を支える社会的基盤が弱体化していることに着目し、共助や公助によるセーフティーネット機能を強化する必要があると考え、社会保障、税一体改革では、自助、共助、公助の好循環を目指しているところであります。また、先の国会で自民党も含めた3党の合意の下で成立した社会保障制度改革推進法の基本的な考え方は、社会保障の機能の充実と給付の重点化、効率化を同時に行い、負担の増大を抑制しつつ、
持続可能な制度を実現するということであります。年金、医療、介護、生活保護、それぞれについてご指摘をいただきましたが、まずは先の国会から継続審議となっている年金2法案を早期に成立させることで、将来の給付と負担のバランスや年金財政の安定を確保した上で、生活保護の見直しを進めるとともに、医療、介護を含めた社会保障制度の残された課題について、三党合意や改革推進法に示された考え方に沿って議論を深め、取り組んでいく必要があります。与野党を問わず、政治の責任として社会保障に対する揺るぎない安心感を示すためにも、国民会議を早急に立ち上げることが必要であり、重ねてご協力をお願いをいたします。最後に教育再生についてのご質問をいただきました。私は将来の希望にあふれ、国民一人一人が誇りを持ってこの国に生まれてよかったと実感できる社会を築いていく上で、教育が果たすべき役割は極めて大きいと考えており、教育や人材育成の重要性については議員と認識を同じくするものであります。政府としては、意思あるすべての子どもたちに教育を受ける機会が与えられ、地位徳体の調和の取れた成長が図られるよう、政権交代以降人への投資を重視するという考え方のもと、高校授業料実質無償化、小学校 1,2 年生の35人以下学級の実現、新学習指導要領の着実な実施をはじめ、教育費の負担の軽減や教育の質の向上などに積極的に取り組んできたところであります。今後とも日本再生戦略を踏まえ、社会の期待に応える教育を目指し、改革の推進に全力で取り組んでまいります。仙石義人君。